まず鏡作りなんですけれども、もう鏡を制すれば望遠鏡を制す、すなわちもっと大げさに言えば天文学を制すると言っても過言ではありません。世界の主な望遠鏡をここに載せます。ここに出ている丸もしくは六角形は世界にある望遠鏡の鏡の大きさの比べっこです、リストです。ここにはテニスコートとバスケットボールのコートがあるんですけれども、それに比べてどれくらい大きな鏡がありますかというのを示しています。非常に大きな望遠鏡鏡があるんですけれども、これらはですね、実はまだ建設されて完成していません。なので今ここからは除外します。こうすると大体世界最大の望遠鏡というのは口径8メーターから10メーターのものになるんですね。でこの中で我々日本が持っている鏡はどれですかというと、残念ながらこのスバル1台だけなんです。この1枚だけです。あとはほとんどが半分ぐらいがアメリカ、残りがヨーロッパ。ヨーロッパは連合して天文台を作っていますから、ヨーロッパ1チームでとアメリカに1チームでこれら残りの鏡を全て持っているというわけです。鏡が多ければ多いほど星からやってくる光をより集めれますから、天文学が行いやすい、研究が行いやすいわけですね。しかもですね、残念ながらスバル望遠鏡の鏡、これほとんど日本の技術で作られてはいるんですけれども、望遠鏡本体はですが、鏡はアメリカコーニングという会社が作りました。つまり日本は鏡をこの時作っていないんですね。ちなみにガリレオ、先ほど出てきました、自分でレンズを磨いています。そして望遠鏡を作っています。ニュートン、あのニュートンです。ニュートンも初めて反射望遠鏡、鏡の望遠鏡を作りました。そして自分で天体観測をしています。さらに我々天の川銀河の地図を作ったハーシェルですね。ハーシェルも自分で鏡というか彼はレンズですねを磨いたりしていますし、フランホーファーも彼に至っては、フランホーファー誰かというと、これ太陽のスペクトルを見た時にそこに虹色のスペクトルが見えるんですけれども、途中に黒い線の部分、つまり光がやってこない部分を見つけます。これフランホーファーの暗線と言われて有名な研究結果なわけですけれども、いずれはこれが量子力学につながる大発見です。このフランホーファーに至っては、レンズを作ることに飽き足らずですね、そのガラス材料にまで手を出すわけですね。レンズの作るわけです。いい形に作るんですけれども、レンズの中の屈折率が一様ではないことに不満があり、自分でガラス工場を経営までして、レンズを作る。こういった天文学者たちが非常に、望遠鏡鏡作りに苦労して執着していたということがわかると思います。まあこうなると私たちも望遠鏡、やっぱり鏡作んなくてはいけないなと思うわけですね。でじゃあ国内はどうですかというとですね、この1メーターサイズ、比較的大きな鏡ですね、1メーターサイズの非球面鏡、これ球面というのは非常に作りやすいんですけれども、ちょっと球面からずれた、例えば放物面とか双極面といった、ちょっと球面からずれた湾曲した鏡ですね。そういった鏡を、作った人は誰ですかというと、基本的に職人だけでした。例えば京都大学、ここの京都大学附属天文台の中村要であったり、アマチュア天文家の木部茂麿、名村さん、池谷さんといった、一人で家の中でコツコツと磨く、こういった人たちが、レンズや鏡っていうものを、磨いてきていました。日本は、大手の光学メーカーがいくつもあって、世界に誇る光学技術を持ってるんじゃないかと思うかもしれませんが、基本的にあれはカメラのレンズであったり顕微鏡とかそういったもの、小ぶりなレンズを作るんですね。今私が言ってるのはレンズではなくて鏡です。鏡を誰がやってきましたか、作ってきましたかというと、日本ではこういう職人さんらが、こういった失礼ですが細々と磨いてきた。なのでプロが使う、我々天文研究者が使うような望遠鏡の鏡というのは結局ロシアやアメリカから買ってくるということになってきたわけです。でなぜそういうことになってしまうかというと、結局は計測技術がないということになります。ちなみにですね、ここでもまた少し運命を感じるわけですけれども、中村要という人間であったり木部茂麿さん、名村さんというのは、滋賀、京都、この辺りの人々たちなんですね。つまりこの京都、滋賀というのは日本でも有数の鏡作りの名工がいたというわけです。でこのちょっと中村要について触れさせていただきたいと思います。中村要はですね、京大の志願助手として研究をしていました。1920年代から多くの高精度な鏡を磨き、それらが国内に広がります。わずか28歳で、自殺をしてしまうわけですけれども、この中村要が丹念に磨いた鏡がですね、我々の宇宙物理学教室にも、使われていましたし、もちろんですね、ここの人ですからそれだけではなくてですね、アマチュア天文家にも広く使われて、非常に有名な鏡として、例えば中村鏡というような呼ばれ方をして重宝されました。マニア垂涎の一品なわけですね。でその中村要がこのように一生懸命磨いてきたという、歴史がこの京都大学にはあるわけです。そしてこのあと我々100年経ったわけですけれども、この流れは途絶えてたかのように見えたんですが、くしくも今私たちのプロジェクトチームというのは生命望遠鏡のために鏡を磨くということを始めたわけです。その当時僕は、このような偉人がいるということは一切知らずに、研究に没頭していました。その生命望遠鏡の鏡なんですけれども、たくさんあります。まず18枚ここに、畳のようにバラバラの鏡があります。視鏡ですね。で先ほど言った腹鏡と第三鏡、それぞれ形が違うんですね。これは凹面鏡の、軸外しの非球面鏡です。で、ここは凸面鏡、ちょうどカーブミラーみたいな形です。そして、ただの平面鏡。でもこれらは全て高精度に作らなくてはいけません。これら鏡に要求される精度はどれくらいですかというと、およそ10ナノメーターです。先ほど言ったアルミホイルが数ミクロン、10ミクロンとかですかね、厚手のものですと、それよりも1000分の1ぐらいです。アルミホイルをスライスとしていって、100分の1から1000分の1スライスしたぐらいの精度でこの鏡を磨く、形作る必要があります。ちょっと身近な例で、身近かちょっと分からないですけど、金箔ですね。金箔というのは多分世の中にある薄さのものでいったらかなり薄い方の部類です。昔からあるものとしては。金箔、これ実は金です、もちろん金なんですけども、こう透けて見えるほどなんですね、向こうの景色が。それほど薄いんですけれども、これでもまだ100ナノメーターほどあります。1グラムの、1グラムだったかな。ちょっとごめんなさい、例えばそれまでとにかく小さな金を叩き続ければ非常に大きな面ができて、その厚さが100ナノメーターほどです。ではせっかくそうやって作ったとしても、鏡が温度で歪んでしまったら困るわけですね。どんな材料で作らなくてはいけないかっていうと、 0.0 プラスマイナス 0.00002 って書いてあるんですけど、これは日本の光学材料メーカー小原さんというところが提供してくる生産している材料で、クリアセラムというものです。ゼロ膨張なんですね。つまり外気温が温度変化してもこの材料は歪みませんよということです。ちなみに鉄、どれくらい歪みますかというと、1メーターの鉄は1度の温度変化で、1万ナノメーターですね。メーターも変化してしまう。我々は10ナノとか100ナノの精度が要求されますから、もう金属の変形、皆さん日常生活でほとんど感じないわけですけれども、とてもこれでは作れないわけですね。そこで先ほどのような非常に膨張係数、熱による変形の小さい材料を選択する必要があります。ではこの鏡の加工10ナノっていう世界なんですけれども、どのようにして実現していったかというのを簡単に説明したいと思います。我々はですね、こういう建物、ベンチャー会社企業と称して作ってですね、その工場の中にこういう検索板という加工機を入れました。検索というのは研磨と違って砥石で鏡をガリガリ削るんです。荒っぽい作業です。しかし日本が誇る精密加工技術というのは非常に今や高精度で、削るにもかかわらず1ミクロンとかナノレベルの精度まで、鏡を削ることができるんですね。削る作業ですから研磨に比べて非常に早くて高精度な加工法として私たちが注目して開発を始めました。この機械自体はもちろんメーカーさんから買ったわけですけども、それをいかにして使いこなすかというところがポイントになるわけですね。まあその検索している時の風景というのはこんな形でですね、ここにある扇形の形のこの黄色い部品ですね、これがガラスです。テーブルの上で回転して、ここに高速にちょっと見にくいですけども円盤が回転しています。これが砥石ですね。砥石で鏡をガリ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 削っていくというわけです。そしてその削っている鏡の真上に測定器を置きます。先ほど言いました測定技術が重要なんですと。私たちは加工したらすぐに計測できるという環境を構築しました。干渉計という方式でこの後説明しますが、そういった測定器を10メーターのタワーの上に乗せて瞬時にこの鏡の形状を測るということをするんですね。でまずですね、この検索加工機を我々は手に入れました。やったーと思って、これで鏡が作れるかもしれないと思って始めたんですね。試しにですね、真っ平らな形を作ってみました。でそうすると表面の粗さが凸凹の誤差がわずか 0.4 ミクロン、400ナノメーター、もうほとんど鏡面にかなり近い精度のものがこの加工機で作れるんだ、瞬時に作れるんだとして、この時は非常に喜びました。しかしですね、やっぱそんな単純じゃなかったんですね。このナノの世界になってくると非常に厄介な問題が出てきます。例えば我々はこのテーブルの上にガラスの材料をポンと乗せて、そこを削っていくわけです。削ります。そしてその後取り外すわけですね、テーブルから。しかしこのテーブルの裏側の面であったりガラスの裏側の面というのは決してナノレベルでできているわけではありません。これが逆にもしナノレベルで平面同士だとすると、乗せると離れなくなります。これオプティカルコンタクトというんですけれども、場合によっては元素同士が分子間力でくっついてしまって、もう二度と剥がれなくなってしまうというような現象まで起きてしまいます。もう普通にやっても真空吸盤のようについてしまって、こんな鏡の場合は何十トンという吸着力になってしまいますから、もう剥がれません。普通はなのでデコボコザラザラしてるわけですね。そこに鏡を乗せて、どんなに丁寧に磨いたとしても裏側の形がデコボコなので、乗せた段階で鏡が歪んでしまっているわけですね。歪んだ鏡の表面をどんなに丁寧に磨いても検索しても、鏡を加工機から取り外したら歪んでしまうと意味がないということになってしまいました。これではせっかくの性能を発揮できないわけですね。そこで我々何をしたかというと、ここは非常に柔らかな発想で試みました。鏡をわざとペタッとつけたいんです。ペタッとつけてがっちり支えたいんですけれども、わざとたった3点ですね、この絵でいうと2点で支えます。そうすると砥石がガリガリって削った力で鏡は当然歪んでしまいます。つまり切ったつもりでも切れない状態が起きます。しかしですね、この砥石がどれだけの力で鏡を押し付けたかというのが計測できれば、鏡が歪む量が分かるわけですから、その分もっと切り込んであげればいいわけですね。そういうことをして、わざと2点で支えてベコベコの状態ですけれども、これはまさに、材料物質ので決まる量ですから、変形する量というのは非常によくシミュレーション予測することができるわけです。そしてそういった予測のもとに加工しました。そうすると、ガラスが10ミクロンぐらい逃げてしまう、歪んでしまうんですけれども、出来上がった鏡は1ミクロン以下の誤差でバチッとできたわけです。この加工法をやりますといった時に、加工機メーカーのその技術者の方は、そんな怖い加工法は聞いたことがないと、やめた方がいい、鏡が割れるし何が起きるか分からない、そもそも正しく支えれてないんじゃないかというわけですね。でもこれは非常に私たちからすると理にかなった方法なわけですね。弱いんだけれども何が起きているかが分かる。こちらの方法だとがっちり支えてはいるんだけれども何が起きているか分からない。そういったことは研究者は嫌いなわけですね。なので私たちは弱くても分かる、把握できる方法で鏡を削っていきました。